ライフニュースマイクラ支局の女性記者、ホーライライフがホットな話題をご紹介。というわけで、本日は、倍速レバーです。さて、これの作り方は極めて簡単。オブザーバーの顔の前にレバーを設置するだけ。たったこれだけで完成する倍速レバーを使えば、ピストンなどの装置をほぼ倍速で動かすことが可能。ですので、大量のボートを重ね置きするときは、ぜひとも倍速レバーをお使いください。なお、オブザーバーの顔の前に、トラップドアやフェンスゲートを設置しても、倍速レバーとしてお使いいただけます。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。